皆さんこんにちは。今回は先日購入した、しまむらシーズンリーズンのお洋服2点ご紹介したいと思います。とってもね、ちょっとしばらく悩んでやっぱりでも欲しいなと思って購入しました。なんかちょっと声がおかしいな。はい、じゃあ行ってみます。行きます。はい、まずはじめこちらシーズンリーズンの SRTPU バルーン SK87、税込み2189円、濃い灰ですね。こちらブラックもありますが、これはグレーの方です。でもね、パッと見も黒なんですよね。黒と並べたら分かるような感じの濃いグレーになります。ちょっとね、ブラックの使うとあるので、こちらもグレーにしてみましたが、ウエストは前はゴムではなくスマートな感じですね。で、後ろがゴムになります。これはね、ちゃんとポケットも両側についてますよ。そしてバルーンですので、裏地があって裾で一緒に縫われている感じですね。これ着てみた時にすごいなんかスマートに見えますよ。長さも長くて、私158センチなんですけども、ちょうどちょっと長めに着るのにぴったりなサイズ感でした。ポリエステル、ポリウレタン、ポリエステル 97%、 ポリウレタン 3% ですね。こちらのスタートです。また後ほど着てみます。そしてもう一つがこちら、買われた方もいらっしゃるかもしれませんが、こちらのなんていうの、SR ボックスタックシャツ、アワ青って書いてありますね。 M サイズ購入しました。税込み2189円ですね。こちらは綿が 58%、 ポリエステル 42%。 これ見た目なんかちょっとカチッてしてて合わせにくいかなと思ってしばらく私も悩んでたんですけども、すごい着てみたらね、女性らしいラインが出て、こんなところにね、横にタックがついてますし、後ろもだいぶ前との長さが違う感じで長くなってますね。そしてインスタで言ってましたが、隠しボタン、前からこうボタン止めるとボタンが見えないような感じですね。香りにも使えてとてもいいんじゃないかなと思いましたですね。どんな風な服にね、合うのか、ちょっといろいろ試してみていいかなと思うので、ちょっとご紹介したいと思います。私もそんなに服持ってる方じゃないので、たくさん服を持っている人は合わせやすいと思うんですけど、ちょっと考えてみますんで見てみてください。はい、それではこの後コーディネートしてみます。どうぞ。